こんにちは、シロです。今回は水中トランシーバーロゴシーズのレビュー動画になります。はい、こちら、カシオから出ているロゴシーズですね。購入したのは一番スタンダードなベーシックモデルになります。今だとロゴシーズ2っていう後継機も出てますね。はい、こちらを、宇佐美の海とプエルトガレラで、試してきました。こちらロゴシーズどんな商品かっていうのを簡単に説明するとですね、これをつけている人同士でこんな感じでね、マスクにつけて、骨伝導を通してお互いこう会話やり取りできるっていうためのアイテムですね。なのでこれは2個セット でこんな感じでマスクにつけてここに当ててね、骨伝導で会話するようになってます。こんな感じでマスクのストラップに引っ掛けられるような形状になってて、あとね、落ちないようにこういうクリップがねついてます。これで引っ掛けてマスクから落ちないようになってますね。この金属の方向を相手に向けて、通信するような感じですね。この出っ張ってる部分を頬あたりかな、もしくは耳の近くのあたりに当てて、骨伝導で会話ができるっていう、そんなアイテムです。で、実際水中でつけてみてる映像がこんな感じになってます。で、このロゴシーズ充電式で、もうこんな感じで専用充電器があるんで、カパってはめて1個ずつ充電することになるんですけど、充電時間が約フルで2時間ぐらいで、使用時間がだいたい3時間ぐらい、まあ、3ダイブ持つみたいな感じですかね。で、使い方としては水中に入ると勝手に電源が入ります。で、何もしてない状態だと受信モードになります。で、受信モードか送信モードかっていうのは、この内蔵の音声で受信モードです、送信モードですみたいな感じで教えてくれるんで、今自分がどっちの状態なのかっていうのが分かることができます。送信モードにしたい場合は側面を、まあ、タップするか、もしくはイみたいな感じで強いイみたいに発言すると、送信モードに切り替わってくれます。で、受信モードにするには、まあ、送信モードからほっとけば勝手に受信モードにもなるし、確かもう一回タップすれば受信モードになった気がします。なんでそんな感じで送信モードと受信モードを切り替えて喋るっていう感じですね。では実際使ってみてどうだったかっていうとですね、まあ、確かに相手が喋ってる声、まあ、自分が喋ってる声、聞こえます。まあ、喋り方に若干コツはいるんですけど、なんとなく言ってることはわかるような感じですね。ミユシいるよ、ここにいるよとか、なんかそんなこと喋ってるのはわかりますね。で、ただ双方向通信ができないんで、まあ、本当にトランシーバーみたいな感じなんで、どっちかが受信モードになっていて、どっちかが送信モードになってないとちゃんと喋ってても届かないんですね。なんでお互い送信モードになって喋ってても届かないです。だから普通の会話をするのがちょっと若干大変かなっていう、まあ、コツがいるかなっていう気はしますね。なんで使い方的には本当に生き物がいた時とか、一方的にいるよみたいな感じで喋ったりとか、まあ、エアがないよとか、残圧いくつみたいな、一方的にこう聞く感じの使い方になるのかなと思います。なんか水中で会話するっていうのは結構こう送信受信切り替えていかなきゃいけないんで、結構大変かなと思います。だから相手からこうウミウシいるよってこう聞こえてきたけど、どこどこみたいな、すぐどこどこみたいなのを返すのがすぐ切り替えなきゃいけないし、相手も、受信モードになってなきゃいけないんで、そういう会話っていうのが結構難しいかなっていう気はします。あと会話してない状態でも、その水中の泡とかなんかノイズとか、そういう音をずっと拾っていて、ずっとコポ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 鳴ってるんで、すごいノイジーっていうのがありますね。なんか何にも喋ってない時にそういうの打ち消してくれる無音状態みたいなのがあればいいのかなと思うんですけど、なんかこう泡当たったりとか、なんかなんだろう、なんかずっとコポ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 鳴ってるんですよね。それが若干ちょっと不快かなっていう気はしますね。まあ、あとは言うてまあまあ結構でかいんで、耳以上の大きさがあるんで、単純に邪魔単純に邪魔っていうのがあります。まあ、でもスノーケルつけてるって考えれば、まあ
こんなもんかみたいな感じかな。ちょっと重さがあるからね、ストラップがちょっと下がってくるとかね、そういうのはあるかもしれないです。はい、なんでね、なんか水中ですごい会話ができるみたいなイメージで購入すると、ちょっとがっかりするかもしれないですね。なんか一方的になんか知らせたい、相手になんか伝えたいとか、そういう使い方になってくると思います。で、結構値段もね、いい値段するんでね、まあ、試せるんだとしたら一回試してから買った方がいいかもしれないですね。な、個人的にはまあ、もう使わないかもしれないなあ、なんか僕がよくやってる水中でネタ取りたいとか、そういう指示出しとかの時には役に立つかもとは思うんですが、会話ができるとはいえ、なんかすごいこうコツがいるし、単純にノイズが、ね、不快だっていうのもあるしみたいなね。はい、なんで、まあ、ファンダイビングでは一回試してみたからもういいかなっていう感じですかね。はい、はい、というわけで今回は、カシオのロゴシーズのご紹介でした。参考になったという方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。